スタートしました。まずスタンド前での先行争いになりますが、競泳マーチ、内からはナイトクルーズが行きました。間プロモーション3番手、エアリバティが4番手追走で、エイシンカチータ、内からミスカサブランカ、後位集団、あと中段グループにはエアウィングス、メイプルシロップ、ビッグモンロー、さらには間からメジロドーベルも中段馬群の中で各馬第1コーナーのカーブに向かいます。まずナイトクルーズがリードを取って2馬身のリード、あと2番手には競泳マーチが2番手、今日は追走です。それから3番手にはプロモーションがつけて第2コーナー、あとエアリバティが4番手の位置、エイシンカチータは5番手、やや縦長です。その後エアウィングス、ミスカサブランカが中段のインコース、あとはオレンジピールが続いて、そのうちにメイプルシロップ、さらに内からビッグモンロー、その後にメジロドーベル、中段馬群の最後方におります。その後にビワプリムラが続いて、これが後ろから6頭目、さらにはエミの贈り物、後方はイブキサーティーンと、それからビワビーナス後ろから 3、4頭目、あとは7用ウィングと内からマイネブリリアン、最後方にはスージークーパーが追走で、各馬3コーナーのカーブ飛ばしておりますナイトクルーズ、リードがまだ3馬身から4馬身で800を通過。2番手競泳マーチ、3番手にはプロモーションが上がってエアリバティが4番手、5番手エイシンカチータ、エアウィングスが6番手、その後にオレンジピール追走、そしてメジロドーベルが今中段から後位に向かって上がっていく、600を切りました。あと内からビッグモンロー、ミスカサブランカ、その後ろにはビワプリムラ追走で第4コーナーのカーブ、ナイトクルーズに競泳マーチが並んでいって、今度はかわして先頭だ。そしてメジロドーベル追ってきた、その間からはエアリバティ突っ込んでくる、エイシンカチータもその後先頭、競泳マーチ、メジロドーベル、間からはエアリバティとエイシンカチータが追い込んできた。外から今度はメジロドーベル、競泳マーチ、間にはエイシンカチータだが、メジロドーベル2番手接戦ゴール、メジロドーベル快勝。あと2番手競泳マーチ、どうやら粘ったようです。エイシンカチータよく追い上げましたが、わずかに及ばず3番手。